田原市福江町のめめ田川の河畔ではおよそ2キロにわたって植えられている300本ほどの河津桜が見頃となり菜の花とのピンクと黄色の花の共演を楽しむことができますことしも先月から菜の花桜まつりが行われていてことしは天候に恵まれ桜の開花が例年よりも1週間ほど早かったということです 祭りでは今年、新型コロナの感染拡大防止のため、テントでの出店や桜のライトアップは中止となりました。桜は今週いいいっぱいが見頃だととうことです。